水原解雇の裏側。水原氏は、大谷の渡米4年目となる2021年に、カリフォルニア・サンディエゴのポーカーゲーム会場で、堂本のボイヤー氏と初めて会ったと報じられている。そこから、スポーツ賭博にハマっていったのだという。現地事情2は言う。今回の騒ぎが表沙汰になったきっかけは、水原氏が借金を抱えていた違法ブックメーカーの口座に大谷からの送金があったことを受けて、堂本のボイヤー氏が周囲に、大谷もかけていると漏らしてそれを売りにしていたことだと言います。現地当局もそうした情報を掴んでいたということではないか。S 君の報道にも、ボイヤー氏が、自らのビジネスを盛り上げるために、大谷が顧客であると人々に信じさせようとしたとあり、当時の代理人の、ボイヤーは大谷と会ったり、話したりしたことはないというコメントも紹介している。水原氏は解雇されるにあたって、ドジャースナインの前で、これから報道されるが、すべては自分の責任だ。自分はギャンブル依存症だと謝罪したという。今回の一件ではまだ、大谷が何をどこまで把握し、どう利用されてしまったのかがはっきりしていない。今後明らかになっていく部分も大きいと思うが、違法賭博の宣伝に利用されてしまっていたとしたら、それは痛恨の極みでしょう。大谷が無礼と見られるのが残念。あかんやつやこれ。本当泥塗って頭悪すぎる。水原は東京みたいなやつだったことにしよう。一平マジで裏でめちゃくちゃやってたんだなって、野球だけを考えて他のことに無頓着な大谷は完全につけ込まれたな。どうせ口座の管理まで含めて一平に任せてたんでしょ。偽りかどうかも調べられるんだろうな。マフィアだろこれ。金のためなら何でも、もちろん大谷使って宣伝もするわな。厄介だぞこれ。そういうのは本人はもちろん球団関係者や取引してる相手などの耳に入らないのか。若い頃はカジノスクール通っててギャンブル狂い、大谷の金を横領して賭博したとんでもない悪人ってのが真実。完全に詐欺の広告塔やってるじゃん。はよ追放しろよ。典型的なトカゲの尻尾切りで草。